はい、こんにちは。ひでのりミュージックスクール校長のひでのりです。のりっす。助手の松田です。というわけでギタリスト格付けチェックをやっていきます。ちょ待ってくださいよ。みんな突っ込みたがってますよ。うん？何を？いやどう見てもいつもと違うでしょ。ゆっくり解説みたいになってるし、今空金パクリ疑惑もあるし、カバオくんさんが書いてくれたキャラに喋らせて、比較的に説明不足がないように自分で喋るのを控えたいというひよった精神と著作権まずそうだから、ギタリストの動画は概要欄にありますので、そちらと合わせてご覧いただければ幸いですみたいになってるじゃないですか。説明ご苦労。あと抜き打ちでゴルフ行くって5時に起こすのやめてください。寿命縮むわ。それは今関係ないやん。というわけで松田が言った通りです。茶番が長いと鬱陶しいと思いますので、早速本編行きましょう。ネタ発言やめや。本日格付けするギタリストはエディ・ヴァンヘイレン。ヴァンヘイレン来ましたね。いやー怖いよこの人は。何が怖いんですか？人気がすごい。ああ、エディのギターを下手とか言ってみなよ。マジで即縛られるよ。誰もが知ってるスーパースターですからね。ちなみにこの企画はギタリストを非難するつもりはありません。点数の付け方など詳細は第1回の動画をご覧ください。概要欄にあります。今回採点する動画はこちら。イラクションですね。エディといえばやっぱこれだね。そういう発言も縛られますよ。すみませんでした。これスタジオ音源じゃないですか？だってライブでやってる映像なかったんやもん。いやありますよ、13分ぐらいずっと弾いてるライブ。どう第3パンチプレラ。この企画の性質上、動画が長ければ長いほど点数低くなるから短いのを選んだんや。黙っとけ。その忖度が逆にそのギタリストの名誉を侵害してる気。第1低く。松田がいなくなりましたが、早速点数をつけていきますね。よろしくお願いします。格付けチェック。まずは6秒から7秒。ここは素早い弦に動があるフレーズだが、音かぶってる。3回あるんでマイナス3点。言われてみればそうですね。こういうフレーズは音がかぶってなんぼというところもあるが、歪みの量も多いのでちょっと汚いなという印象。ちょっと厳しすぎじゃないですか？まあ正直減点するかどうか迷いましたが、動画が短いのと喋りながらじゃないので落ち着いて判断できている初の状態ということもあり、おそらく厳しめになっています。めちゃくちゃあんたの気分で点数変わるやつじゃないですか。俺がルールだ。 B 型か。 B 型や。まあそんぐらいのもんとして緩やかに見てください。さて次、8秒。なんかレの音がノイズ的にポンと入るね。明らかにフレーズとは関係ない。人差し指で2弦押さえてしまってて、キック当たったかな。マイナス1点。これは僕にもわかりますね。わかりやすいね。次26秒。最初の3音ぐらい明らかにスケール外してるよね。これはさすがにマイナス5点するわ。ミクソ弾いてるのでドミナントと捉えてアウトスケールと言い張るのも可能だが、そうしてるとは思えない。ミスを何でもかんでもジャジーだねって褒めるあの文化と同じ。味があるとも同じ。スタジオなら撮り直せただろうし厳しめ。そう聞くと違和感ありますね。次31秒。ハミングバードに切り替わった時音一瞬止まるね。あのピッキング、パームを浮かす形になるから弦の抵抗に負けてバランス崩してると予想。あるあるだね。音が止まるのは本当にダメだと思ってるのでマイナス2点。す、むのす、ゾウのソロみたいなやつ。す、ゾウし今関係ないじゃないですか。そうなんだが、エレキギターというものは音が途切れるとこんなにもダサくなるんだよということを説明するのに毎回言ってる。さて次は、ここからはニコニコチャンネルでの公開となります。概要欄からどうぞ。ではニコちゃんでお会いしましょう。